最新のお天気を確認していきます。予報センターの永井さん。はい、おはようございます。お願いします。お願いします。この時間帯から強い雨が降っているエリアたくさんあると思うんですが、はい、まずは札幌周辺の現在の様子はどうでしょうか。はい、ではまず北海道エリアからお天気の様子見ていきましょう。こちら皆さんからいただいているお天気の報告、6時10分までの1時間分なんですけれども、雨のエリアが集中していますね。札幌市の周辺ザーザーもしくは豪、そしてですね、苫小牧、千歳、恵庭、北広島とこのラインでですね、豪という報告が集中しております。はい、そして、おとといの夜からも激しい雨がね、たびたび降っているこの白老町、この辺りからも雨が激しいという報告をいただいております。でこの雨雲なんですが、はい、このようにですね、皆さんの報告の沿うようにですね、発達した雨雲が現在かかっているような状況、はい、赤や黄色の雨雲が見えておりますね。でこちらの動きを見てみたいと思いますが、はい、動かしてみます。雲一つ一つはですね、北東方向に北の方にと流れているように見えるんですけれども、もう昨日の、夜遅くからですね、同じような場所にかかり続けるような状況となっております。で1時間に解析の雨量ですと100ミリを超えるような雨、まあ、この雨雲レーダーですとかアメダスの観測値を元にして計算した推測した、雨の強さですが、はい、1時間に100ミリを超えるような雨というのもね、降っているようなんですね。はい、でこの後もまず目先は午前9時頃までは、1時間に50ミリを超えるような激しい雨に警戒していただきたいと思います。はい、でその雨がですね、一旦弱まってきた後、日中もですね、雨の降りやすい状態というのは続きます。ずっと雨が降ったり止んだりというね、お天気回復には向かってなかなか向かっていかないという状況になりますので、引き続きですね、今日はもう1日、はい、川や崖には近づかないようにしていただきたいと思います。はい、でかなり、広い範囲に避難勧告なども出ておりますけれども、だいぶですね、外の方北海道エリアですと明るくなってきてはいるとは思うんですね。ただ、まあ外の状況を見ていただいて、まだ激しく雨が降っているとか、雷が、ね、頻繁に鳴っているという、ちょっと怖いなという状況だと外には、ね、出づらいかなというところはあります。できるだけもう安全な場所に避難してしまった方が良いんですけれども、はい、もう浸水が辺りの、ね、浸水が始まっているとかいう場合はですね、自宅の2階以上高いところにとどまった方が良いかもしれません。まあ、安全な場所というと、まあ浸水などの起きにくい高いところにある場所ですよね。はい、もしくはもう崖の近くは絶対に近づかない、はい、そういうところをですね、まあ、ご自身でも、ね、判断していただいてですね、まあ、避難所が安全か、もしくは自宅の方が安全か、そういったところを考えていただきながらですね、身の安全を確保していただくということが重要となってきそうです。